ちょっと iPad Air が、皆さん、僕ね、先日 iPad Air を購入したんですが、いろいろ YouTube に動画投稿してるんだけど、なんかね、10回録画すると1回ぐらい音声がぼやけて入ることがあるんですよ。これは、iPad の不具合なのか、俺の設定ミスのか何なんだろうな。こうやってさ、例えば今、これはおもちゃの動画な、YouTuber としておもちゃ動画なんだけど、こっちね、これを撮影したんだけど、こうやって、音が悪いのよ。ただいま2010年9月これ14ね、日はでこすもっね、てなっちゃ中う国のよ。ワウワウでエキサイトマッチ世界プロ。わかった。いい時もあれば悪い時もある。要するに iPad Air なんだけど、この間買ったばっかりのね、このタイミングで。変なタイミングで買ったばっかなんだけども、いい時もあれば悪い時もあるのよ。だからね、これなんだろうな。もし詳しい専門家の方いたらね、教えてください。不具合なのか、何かやりか設定ミスしてるのか。この iPad Air が録音した時にね、どうもね、音がちょっとこもる時がある。だいたいね、7回か8回録音すると、1回ぐらいこうやっていっぱい録画してるね。1個ぐらいの動画が、音声がいきなりこもってるのよ。無意味に。で、聞こえづらい、ものすごく。ということね。iPad Air、詳しい方ね、こういうことあった、俺もあったよとか、いやいや、それは設定がこういう風だからそうなんじゃないのとか、あったらね、教えていただければありがたい。それじゃあ。